皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。今日は、便秘のお悩みを、改善するための、5つの方法についてお話ししたいと思います。特に女性の方でお通じのことでお悩みの方ってとてもたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。便秘と栄養っていうところはすごく密接に関わっておりまして、今すぐできることで少しでも改善できる方法がたくさんあるので、今回はその5つのポイントに絞ってご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。便はどのようにできるかっていう話になるんですけども、口から食べ物を食べると食べたものは胃の中に行きます。胃に食べ物が入ると、腸の蠕動運動っていうのが始まります。そうすると食べたものが、だんだん消化されていって大腸に行ってですね、このように便を少しずつ形成していって、でここが、直腸っていうところになります。でここが長い腸の中で一番太くて大きい部分って言われていて、できた便を一旦ここに溜め込むように体はできています。便がここに行き着いてある程度溜まってくると、そろそろ排便したいよっていう信号を人間は大脳に送って、そこから排便するか一旦我慢するのかっていうところを、判断します。で、便秘の原因なんですけれども、女性の場合に多い冷えですとか、水分不足、過度な食事制限とかダイエットによる栄養の偏り、ストレスだったり、寝不足、運動不足、朝食の欠食、規則な習慣、こういったことが便秘の原因として考えられます。もう一つが少し意外かもしれないんですが、タンパク質、プロテインを日頃意識して摂っていらっしゃる方も便秘がちになりやすいっていう傾向にありまして、サプリメントで摂るとパウダー状なんですが、体にとってはお肉とかお魚とか牛乳、そういったものを食べてるのと同じなので、ある程度消化吸収に負担がかかります。急にタンパク質の摂取量が増えることで消化吸収に負担がかかって便秘になりやすかったりだとか、あと逆に軟便になりやすいっていう方もいらっしゃいます。なのでタンパク質の摂取量が多いというところも便秘の原因の一つとして考えられるので、そこも知っておいていただきたいなと思います。一口に便秘といってもいくつか種類がありまして、医療機関に関わらなければならないっていう便秘も、あるんですけれども、そうではなくて誰でも陥りやすい便秘の種類をまずお話しさせていただきます。その種類が3つあるんですけども、まず1つが直腸性の便秘という種類がありまして、ここに溜まってくると便を排泄したいよっていう信号が出た時に我慢してしまったりだとか、信号が気づきにくい高齢者の方ですとか、あと寝たきりの方には結構非常に多い便秘の種類になります。それがまず直腸性の便秘で、2つ目が痙攣性の便秘で、これは原因が精神的なストレスが原因で起こる便秘というふうに言われていて、極度に緊張した状態だったりとか、お仕事とかそういったところでストレスが日常的に加わっているとなりやすい便秘の一つです。でこれはどういうメカニズムで便秘になってしまうのかというと、極度な緊張とかストレスが加わると腸がこう痙攣するような状態になってしまって、スムーズにその直腸に運ぶっていうのを妨げてしまうことで起こる便秘の一つです。もう一つが弛緩性の便秘、この便秘が日本人において一番多く見られる便秘というふうに言われています。これの原因は不規則な食生活だったりだとか、運動不足、食物繊維が不足していることで陥る便秘の一種になります。これはどういったメカニズムで起こってしまうのかというと、この大腸の蠕動運動がうまく働かない、便をうまく押し出さない、便がうまく作れなかったりだとか、硬い便になってしまったりだとか、簡単に言うと腸の動きが悪くなってしまうことで起きる便秘のことですね。とそもそも便秘っていうのは1日便が出なかったからもう便秘っていうことではなくて、基本的には排便が週3回未満の場合は便秘であるというふうに言われています。ここから便秘の解決方法5つに絞ってお話しします。1つ目が水分をしっかり取るということです。特に女性の方って水分をあまり取らないようにしている方が多くいる傾向にあります。飲むとトイレが近くなったりだとか、むくみやすくなったりだとか、そういったところを気にしてあまり水分を取らない、足りてないという女性の方が多くいらっしゃるというところで、この水分不足も便秘の原因の一つというふうに言われています。便の8割は水分というふうに言われているので、その水分が十分にないと硬くなってしまってうまく
直腸まで運べなかったりだとか、スムーズに排便がしづらいというところになってしまうので、水分をしっかりとるというところを意識してください。で、2つ目が食物繊維や乳酸菌をしっかりとるというところです。特に不溶性の食物繊維っていうところが質のいい便を作るためにいい働きをしてくれます。乳酸菌は腸内細菌の働きを活発にしてくれるというような働きがあるので、特にこの2つの食物繊維と乳酸菌意識して摂っていただきたいと思います。多く含む食材でいうとお野菜もそうですし、果物ですね、特にキウイとかバナナとかは食物繊維が豊富な果物の仲間です。あとはもうヨーグルトとかですね、そういったものを日頃意識して摂っていただくのがおすすめです。そして3つ目、これは意外と多いんじゃないかなと思うんですが、朝食を抜かないっていうことがもうポイントになってきます。朝昼晩の3食で欠食をしないのが一番理想的なんですが、その中でも特に朝食を抜いてしまうと1日の胃腸の動きが鈍くなってしまうというふうに言われているので、たくさん量が食べれなければ簡単なものでも構わないので、朝食を抜かないというところを意識してみていただけたらなと思います。そして4つ目が、適度な運動です。女性に便秘が多い原因の一つとして、男性に比べて腹筋の筋力が弱いというところも原因の一つっていうふうに言われています。こう力む時に腹筋の力がある程度必要になってきますので、そこを鍛えてあげることも便秘の解消につながるというふうに言われています。簡単なのも1日10回腹筋するだけでも全然いいと思いますし、トレーニング動画がたくさんあるのでぜひ参考にしていただけたらなと思います。そして5つ目が、生活リズムを整えるというところです。腸は生活リズムに影響されやすい臓器の一つです。旅行先で便秘になりやすいという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、それはもう日頃と生活リズムが変化することが原因です。腸は生活リズムに非常に影響を受けやすいので、起きる時間と、食事の時間、そして寝る時間をできる限り一定にしていただくことが便秘の解消の近道になるかなと思います。便秘のお悩みを、解決するための5つの方法をお話しさせていただきました。1つ目が、水分をしっかりとる。2つ目が食物繊維や乳酸菌をしっかり意識してとる。3つ目が朝食を抜かない。4つ目、適度な運動、特に腹筋を意識して鍛えるといいと思います。5つ目が生活リズムを整えるというところです。明日からすぐに取り組める内容だと思うので、便秘にお悩みの方はぜひ取り入れていただけたらなと思います。ビーレジェンドのサプリメントの中に、その栄養素の面から便秘の悩みに着目したリアファイバーという商品がありますので、気になった方は概要欄にリンクを貼っておりますので、そこからぜひチェックしていただけたらなと思います。この動画が少しでも参考になったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。